続日本百名城ナンバー198、鹿児島県南九州市にある知覧城。知覧城は薩摩半島の南部にあり、白洲台地を利用して築かれた山城。南北朝時代、島津一族の佐田氏が将軍足利尊氏から知覧を領地として与えられていた。室町時代1417年に牧入久俊が知覧城を奪う事件があったけど、3年後の1420年に島津久俊と佐田近久がお城を奪い返している。その後、戦国時代まで佐田氏が代々知覧を領有していた。ところが1591年、佐田氏が豊臣秀吉の海賊禁止令に触れたため、島津義久によって領地を没収されている。種子島市、島津氏の直轄を経て1610年に佐田氏が再び知覧の領主になり、お城の北側に麓と呼ばれた武家屋敷群を築いて新たな本拠にしていた。そして佐田氏が明治まで知覧を治めていく。現在の城跡は国の指定史跡になり、白洲台地を利用した大きな堀切などを見ることができる。